何事もちょうどいいタイミングでやってくるんですね。私は願いが実現しやすい期間とそうでない期間が存在するように感じています。この現象は感情の影響が必ずしも強いとは言えず、むしろ自分の本当の望みと向き合うことが時折重く感じられることに関係しているのかもしれません。特に困難な時期に諦めかけた願いが不意に叶った時には、喜びと同時に複雑な感情が湧き上がることがあります。これまでずっと望んでいたはずのものが、いざ手に入ると心が落ち着かないこともあるのです。特に人間関係に関する願望については、私はしばしば矛盾を感じます。新しい人間関係を築くことや、人とのつながりを深めることを望みつつも、他者によって自分の生活リズムが乱されることに対して強い抵抗感を抱いています。そのため、現状の平穏な状態に安住してしまうこともあります。このような二律背反の感情に揺れることは、自分の健在意識と潜在意識との間にある乖離から来ているのではないかと感じることがあります。健在意識では、人ともっとつながりたいという思いがありながらも、潜在意識では、今の安定した生活を守りたいと強く感じているようです。このギャップにより、願望がスムーズに引き寄せられない時期があるのではないかと考えています。こうした意識の乖離が、時には自分自身を戸惑わせることもありますが、これが私にとって自然なプロセスであるとも感じています。願望の実現には、表面的な望みと真相にある感情の一致が重要であり、そこにギャップがあると実現が難しくなるのかもしれません。私は、こうした自己の内面と向き合うことが引き寄せの法則を効果的に働かせるために必要だと感じています。願いが実現する時期とそうでない時期の違いを深く理解し、自分の中にある潜在的な思いを引き出すことが、願望実現への道を開く鍵となるでしょう。リストに記した通りの恋人も現れましたが、性格の不一致により別れたこともありますが、引き寄せの法則を活用し、理想の体型、身長などと職業になることは叶いました。今回は内面についても詳細なリストを作成しました。手順としては、理想を記述し、理想のイメージ写真があればスマートフォンに保存します。日常生活では引き寄せを意識せず過ごし、時間に余裕がある際は瞑想を行います。幼少期の夢も、引き寄せを知らなかった頃のものでさえ、大半が実現しています。時間を要する場合もありますが、最終的には願いは叶うものです。質問させていただきたいのですが、理想の身長に到達するまでにどのくらいの期間を要しましたか？身長が伸びたのでしょうか？身長が低くなりました。最初の7日間で1センチ、その後数ヶ月かけて3センチ低くなりました。姿勢の悪化や加齢による縮みではありません。身長を伸ばす方が容易だと考えられるので、目標とする身長が現在の自分の身長だと信じて日々を過ごしてみてください。私の場合、理想の身長と体型を持つモデルや芸能人をインスタでフォローし、自分の顔に置き換えてイメージを膨らませました。私の場合、書くときは常に現在形で記述しています。例えば、私の身長は〇〇センチ、体重は〇〇キロ、ウエストは〇〇センチです。といった具合です。加えて、美しい、華やか、引き締まっているなどの形容詞も取り入れ、細部まで描写するようにしています。これは私自身の体験談なのですが、ここで言う引き寄せの定義に完全に当てはまるかどうかは分かりません。しかし、驚くべきことが起こりました。私はこれまで、特に髪の成長が早いわけではありませんでした。髪が伸びる速度に大きな変化があるわけでもなく、どちらかといえば普通のペースで伸びていたと思います。しかし、昨年初めてヘアドネーションを経験し、その後、
もっと早く髪を伸ばして再び寄付したいという強い願いを持つようになりました。不思議なことに、その願いを抱き始めてから私の髪の成長速度が急激に加速したのです。まるで私の頭皮が次のヘアドネーションに向けて全力で応援してくれているかのような感覚でした。髪が伸びる速度が目に見えて速くなり、長年担当してくれている美容師さんも、最近の髪の伸び方は本当に異常ですね、何か特別なことをしていますか、と驚きを隠せない様子でした。これまで髪の伸び方について特に変化を感じたことがなかったので、美容師の反応を見てもこれは何か特別なことが起こっているのではないかと感じました。自分にとってワクワクする感覚よりも安心感やほっとする感覚の方がより適していることに気づきました。これまで願望を引き寄せるためにはワクワクすることが必要だと思い込んでいましたが、実際には私にとって安心感が必要だったのです。無理にワクワクを感じる必要もなく、もしそれを感じなかったとしても諦める理由にはならないことが分かりました。この気づきによって自分自身のペースで引き寄せの法則を活用できるようになりました。私は引き寄せはあると確信しています。かつて憧れていた職業がありましたが、それは非常に競争の激しい狭き門でした。多くの努力を重ねてはいたものの、自分の中で達成できるかどうかの不安もありました。しかしある日、スマートフォンのメモにその願望をまるですでに実現したかのように過去形で書き込むことを試してみました。そしてその後は願望が叶うことを当然のこととして受け入れ、すでに叶ったかのような気持ちで過ごすように心がけました。その結果、願い始めてから1年以内にずっと憧れていた職業に就くことができました。この経験を通して引き寄せの法則の効果をますます実感しています。願望を持つことやその実現を信じることは重要ですが、必ずしもワクワクする感覚が必要だとは限らないということが自分の中で大きな学びとなりました。自分が安心できる感覚を大切にしながら願いを引き寄せていくことが私にとっての最適な方法なのです。以前、私は好きな人がいましたが、その関係は私にとって一方的で都合の良い関係に陥ってしまい、毎日が苦しいものでした。心のどこかで愛されたいと強く願いながらも、その人との関係は満たされないものばかり。そんな状況を変えたくて、引き寄せの法則について書かれた本を購入し、実践を始めることにしました。引き寄せの実践として、毎日私は大切にされ愛され幸せな結婚をすると強く考え続け、自分の心の中にその願いを植え付けていきました。不思議なことに、引き寄せを始めてからわずか1週間後、ある男性と出会いました。最初は何も意識していなかったのですが、様々な出来事が重なり、数ヶ月後には自然と彼と交際を始めることになりました。その関係は以前に好きだった人とは違い、心から安心できるものでした。時間が経ち、その男性とさらに深い絆を育み、ついに私たちは結婚に至りました。以前の好きだった人とは結局結ばれることはありませんでしたが、今の夫は私を心から大切にしてくれ、いつも愛情を感じさせてくれます。振り返ってみると、この幸せな結婚生活も引き寄せの法則のおかげではないかと感じています。引き寄せを信じ、心から望むことを明確にしたことで、結果として私の人生は大きく変わりました。今では以前の辛かった日々が遠い過去のように思えます。私を愛してくれる夫との毎日は、あの時に引き寄せた願いが実現した証拠なのだと信じています。引き寄せの法則や宇宙について興味を持ち、さまざまな調査や試作を続けていく中で、幸せとは何かという問いに向き合う機会がありました。その結果、
私がたどり着いた結論は、幸せとは外的な状況や環境に左右されるものではなく、自分自身がなすべきことを淡々と行うことに尽きるということです。日常生活でも、非常事態においても、自分の行動次第で心の平穏を保つことができるのだと感じます。たとえ親しい人だったり初対面の人であろうと、常に優しさを持って接することは、自分の心を豊かにするものだと信じています。また、どんなに恵まれた環境であっても、そうでなくても、私たちは物を大切に扱い、感謝の心を忘れないことが重要です。健康的な生活習慣もまた、幸せを維持するために欠かせない要素だと考えています。早寝早起きを心がけ、入浴や手洗いうがいなど、基本的な衛生習慣を守ること。そして、十分な休養をとり、心と体のバランスを整えることが、長期的に見て自分自身を幸せに導く鍵であると感じています。このように、周囲の状況がどうであろうと、自分ができることに焦点を当て、他者に優しさを持って接し、日々の生活を大切にしていくことで、真の幸せが引き寄せられるのだと理解しました。幸福は特別な出来事や環境によってもたらされるのではなく、日常の中で自分が選び取る行動にこそあるのです。このことを意識しながら、自分の人生を豊かにするための習慣を大切にしていきたいと感じています。以前読んだ書籍に書かれていた内容を思い出すと、引き寄せの法則はまるで飲食店で注文するようなものだと説明されていました。例えば、飲食店でカレーと注文すれば、確実にカレーが提供されますし、アイスクリームと注文すれば、アイスクリームが出てくるものです。同じように、私たちが真に望むものを言葉にすることで、それが引き寄せられるのです。この法則が働く第一歩は、自分が本当に欲しいものを明確に言葉にすることです。ですから、望まないことや避けたいこと、ネガティブなことを口にしないように注意することがとても大切です。言葉にしたことは、そのままオーダーとして宇宙に届けられ、それに基づいて現実が引き寄せられるのです。この考えを理解してから、私は自分が本当に欲しいものを心の底から純粋に願うようになりました。そして、望まないものが間違って引き寄せられないように、常にポジティブなことだけを意識し、余計なことを口にしないように注意するようにしています。些細な幸せを感じても、なぜか幸せだと認めたら、もっと大きな幸せが逃げてしまう、と考え、幸せじゃないと自分に言い聞かせていた時期がありました。その頃は本当に苦しい状況でした。しかし、引き寄せや言霊の概念を知ってからは、小さなことでも幸せだと認識し、前向きに考えるよう心がけたところ、状況が徐々に好転していきました。夫も、この点が嫌だから、こうなってほしいと思っていた性格に変化しました。また、経済的に苦しかった頃、裕福な人や幸せそうな人と自分との違いは何だろうと考え、それまでの自己中心的でひねくれていた性格を見直し、感謝の気持ちを持ち、誰に対しても敬意を払って接するよう、焦らず余裕を持つよう心がけたところ、運気も上昇し、不快な人々とほとんど出会わなくなりました。時折嫌なことや理想とは異なる方向に進んでしまったとしても、結果的にはそうなった方が良かったのだと、そのように導かれたのだと感じることばかりになりました。何も失うものはないので、悩んでいる人は落ち込むより、引き寄せ思考を習慣化してみることをお勧めします。引き寄せの法則に縛られるということは、実は自分自身で。この問題は、引き寄せのテクニックを使わないと解決できないほど困難だと設定してしまっている状態です。確かに、現在の状況が大変だからこそ、そのように考えてしまうことも理解できますが、実際には困難だと考えることをやめ、
心から安心するという訓練こそが引き寄せの法則の本質であると考えます。これを身につけることで引き寄せの力はより自然に発揮されるのです。多くの方法が安心感を得るために提唱されています。例えば現実をあえて無視する、心の重荷を手放す、全てを宇宙に委ねる、問題を他人事のように捉えるなどです。これらのアプローチは全て私たちが自分の心に平穏をもたらすための手段です。安心することで望む現実が引き寄せられやすくなるからです。引き寄せの法則に関連する経験談として以下のような2つの異なる考え方があります。1、引き寄せをやめたことで心が軽くなり願いが叶った。2、引き寄せを続けることで安心感を持ちながら願いが叶う。一見これらの考え方は矛盾しているように思えます。しかし実際にはどちらのケースでも願望に対して心が軽くなったことでその実現がスムーズに進んでいるという共通点があります。これこそが引き寄せの法則が作用している証拠です。引き寄せの法則が成功する理由は心の中に生まれる軽さや安心感にあります。引き寄せのテクニックに頼りすぎるとこれがなければ願いは叶わないと不安になり、その不安が逆に願望の実現を妨げることがあります。しかし願いに対して心を軽くし結果に執着しない状態でいることが実現への近道となるのです。自分が引き寄せる力をすでに持っていると信じリラックスしていると物事は自然と流れに乗りスムーズに進むようになります。重要なのは引き寄せを無理に使おうとするのではなく、むしろ引き寄せを忘れるくらいの軽やかな気持ちでいることです。願望を持ちつつも執着せず安心感の中で日々を過ごすことが願望実現の鍵となります。このように引き寄せの法則は私たちの心の状態と密接に関わっており、心の安定が引き寄せを成功させる最も重要な要素だと言えます。まとめると、引き寄せの法則にとらわれすぎることなく心を軽くして安心感を持つことが願望実現を加速させる秘訣です。現実を無視したり宇宙に全てを任せたりする方法もありますが、最も大切なのは自分がすでに力を持っているという信念を抱きながら安心していることです。心が軽くなれば願望はよりスムーズに引き寄せられるのです。周囲からよく運に恵まれているねと言われることが多い私ですが、その理由はあらゆる出来事が最適なタイミングで訪れると信じているからかもしれません。私はいつも自分が望むことを簡単に引き寄せられるという感覚を持っています。例えば最近の出来事を挙げると、〇〇のロールケーキが食べたいと心から願ったところ、翌日訪れた友人の家でそのロールケーキが出され、驚きながらもこれが引き寄せの力かと実感しました。偶然にしては出来すぎていますが、こうしたことは日常的に起こります。さらに自分の理想の人物像を細かく書き出しておいたところ、すぐ後にその理想にぴったりの人と出会い、すぐに仲良くなった経験もあります。また20代の頃にこういう自分になりたいと描いていた理想像に現在ではほぼ近づくことができています。このように私の人生では大抵思い描いたことが現実となるので、今は自分の願望が大きくなりすぎないよう適度な範囲で引き寄せを心がけています。私が効果的だと感じているのは、心のこもったプレゼントを積極的に活用することです。特に手作りのものや私のために熟考して選んでくれたと感じるプレゼントは、日常生活で大切に使うことで気分が上がりポジティブなエネルギーを感じます。またアクセサリーなどの小物は小物入れにしまってお守りのように持ち歩くこともよくあります。健康面に関しても意識的に気をつけていることがあります。
私の体調を悪化させる原因となるものは極力避けるように心がけています。例えば体に合わない肉類を食べると胃がもたれるなど体調が崩れることを経験しているので、合わないなと感じた食べ物は以降摂取しないようにしています。特に有機栽培かどうかにはこだわりませんが、直感的に新鮮さを感じる食材を選び、スーパーや産直市場で旬のものを購入するようにしています。これにより美味しくて健康的でありながら経済的にも優れた食生活を送れています。私は引き寄せの力を発揮するためには自分自身がアンテナのような役割を果たしていると考えています。そのため常に自分の状態を整え、心身ともに健康を維持することが重要です。自分を楽器のようにメンテナンスすることで引き寄せの力も強まると感じています。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。